みほとけチャンネル。バカじゃないの？はい、どうもみほとけです。ナム。今日はみちょぱさんのモノマネメイクをしていきたいと思います。はい、先日放送されましたこちらの細かすぎて伝わらないモノマネでみちょぱさんご本人の前でモノマネをね披露して、細かすぎてで初めてこのネタを披露して、そこからこうモノマネ番組いろいろ出させてもらったみたいなきっかけがあって、ついにご本人の前でみちょぱさんネタを初おろしした細かすぎてでファイナルステージまで行けたっていう、すごいちょっとありがたいことがありました。みちょぱさん本当にありがとうございます。ということで、まあ普段は私こういう風にね、色も全然焼いてないですし、もう仏像寺好きで、化粧もそんなに派手なことはしてないんですけれども、今日はギャルメイク頑張っていきます。はい。皆さんもぜひ何か参考になることがあれば、真似してみてほしいのよ。頑張ります。はい。まず下準備、これ全然すっぴんでもなんでもないです。むちゃくちゃコンシーラーで隠してるし、ここマッサージ、みたいな一応やって、むくみを取りました。やっぱりみちょぱさん本人、激細、激顔小さい、本当にモデルさんとしても本当トップの方なので、そのモノマネ前は痩せなきゃいけないと思って、みちょぱさんプロデュース、シリカプロテイン、夕飯に置き換えます。本当むくみがめっちゃ取れるし、普通に美味しいので、全然何にも苦しくなく、いけるっていうので、ね、本当にありがとうございます。目はみちょぱさんプロデュースカラコンドープウインクのアシッドヘーゼルです。ありがたいですよ、みちょぱさんね、自分のメイク道具とか全部インスタ YouTube で喋ってあげてくれてるので、もう基本真似できるものは真似してます。はい。あとこれはみちょぱさんがプロデュースしてるウイヤジスで、よく私服で着ていらっしゃるエモダを衣装にしています。ケイトの一番色の濃いやつ、ライトグロー05番ファンデーション塗っていくんですけど、これみちょぱさんがインスタに上げてたご本人仕様のものとは全然違う、ちょっとお高かったので買えてなくて、ドラッグストアコスメですが、これを塗っていくんですけど、まあ、ちょっと自分的なポイントはこのファンデーションの黒く塗る部分を縁にする、一番濃いのを外にして、ここのいわゆるハイライト入れるようなゾーンはなるべくファンデーション塗らないでおくと自然にハイライト効果が出るので、この目の下三角ゾーンと、あとまぶたのこの辺とか、あともうこの眉のこの辺とかはなるべくファンデーションを薄付きにしています。もう凹凸感を無理して作っています。この三角ゾーンと眉のあたり、目のあたりはもう手に残った黒で叩くぐらいにしております。余ったファンデーション首筋に塗って境目をなくします。続いてがシャコットで買った舞台用化粧の、まあ、いわゆる動乱というやつですね。この、抹茶茶なやつを、こうです。こうです。これマジでやります。デーモン閣下に一旦なります。で、ここのフェイスラインを削るんです。で、顎の影を作るんです。その後に、ぼかすのよ。安心してぼかすから。でちょっとやりすぎ感あるんですけど、ぼかしていったら本当に馴染んでいくので全然大丈夫です。スポンジにも茶色がつくので、この本当顔の縁取り部分とかを全部茶色くして、もう顔全体を奥行きを頑張って一生懸命作ります。なぜならばみちょぱさんがスーパー小顔だから、なじませていきます。黒すぎじゃないってちょっと心配になりますよね。大丈夫です。ほんとみちょぱさんマジでヒサロ通ってめちゃくちゃ色黒なので、私の元が白いから混乱するだけで意外と大丈夫なんですよね。あ、でもみちょぱさん顔は焼いてないんですよ。あれ、顔はメイクでのせています。パウダーケイトの一番色の黒いものです。小麦色の肌05番ファンデーション、ケイトスキンカバーフィルターファンデーション。そして、みちょぱ豆知識。顔はめちゃめちゃマットなのよ。本人段なんですが、絶対に崩れないように作り上げていて、なぜかというと、収録中、自分のメイク直しのために進行を止めちゃうとか待たせるっていうのがないようになさってるんですって。だから、絶対にメイクは崩れない、メイク直しをしなくて済むように、マット肌。で、これ全部で、まあ、入り時間は2時間前に入って、メイクするそうです。すごいですよね。なのでマットにするのよ。
ちゃんとね、この辺だけ白身を残しております。立体感出ましたね。一番緊張感のある部分、眉毛です。コフレドールのワックス、眉ワックスがついているのが良くて、で、あと一番濃いやつにしました。チョッパさんの眉毛はね、フェザーアイブローって言うんだって。フェザーブロー。翼を広げたかのように、ふわってなんか毛が立っている、すごいやつなんですよ。ちょっと私には身を見真似でしかないんですけども、みちょぱさんの眉毛を作っていきます。で、私本当に自眉毛が全然ないんです、もともと。なので、もうそれをぶっ潰す勢いで塗ります。で、平行眉毛なんだけども、最後は綺麗な眉尻がこう丸くチュンとまとまる上品な眉毛ですね。はい。で、太め、濃いめですので。太め、濃いめ、上品眉毛作ってまいりましょう。まず私は下のラインから作ります。で、後で目幅広げるので眉毛はなるべく大きく描きます。眉毛大きく、目も大きくっていうこの三角形のゾーンを作り、小さくコンパクトなお顔にしてまいります。アンダーラインをまっすぐ引きました。次は上のラインです。ちょうどね、この目の尻ぐらいで眉尻がカーブし始めるっていうのは分かってるんですよ。だけどもそれをなるべく描ける私の腕があるかどうか応援してください。分かりますよ、この上のラインだけ引いたので、まあ、おおむねこんな感じ。難しい。おおむねこのアウトラインこんな感じですね。間をまたワックスで埋めちゃいます。ちょっと失敗しましたね。喋りながらの難しいな、これ。はい、若干修正入りました。ちょっとフレームぼやけたんで、こっちで一回リベンジしますね。こっちの眉毛で。もう一回見てて。アンダーライン綺麗に引いて、上のラインも引いていきます。はい。あ、うまくいった、こっちの方が。はい、ちょっと修正なんとか間に合いました。ま、こんな感じで、下地を引いたら、このパウダーの部分で眉毛を、ふわっと。私は地眉毛がない上に、みちょぱさんの黒くて濃い眉毛をしたいので、ワックスを引いて、で、その上にパウダーを乗せるという、砂絵と同じシステムですね。まあ、こんな感じで濃く作りました。で、肝心なのはこの眉頭ゾーンなんですよ。みちょぱさんの自然なこのフェザーのふわって眉頭を作ります。で、コフレドールのこのアイブロウの一番色が薄いところをぐるぐるっと混ぜて、眉頭をぼやかしていきます。わーってぼかしながら、でももう意外と眉と眉は近めに作ります。で、ここがすごい綺麗な球体のような、ここが綺麗なカーブを描いて、ここがすっごい綺麗なんですよ。このカッカじゃなくて、キューっていうこう自然なこの指でなぞったかのような線が綺麗なので、それをこの眉積みでぼやかしたり、色を足したりしながら作ります。こうですね。このライン、ちょっと今大げさにすると、もうこのラインですね。ここが、ここが、この線が、ここがめっちゃ綺麗なの今なぞってなんとなくできてきましたけど。まあ、お気の付きの通り、眉毛が一番難しいです。でも大体眉毛の形できたら、このですね、眉毛のワックスっていうのがあるんですよ。眉マスカラの透明バージョン。これは高橋愛さんがプロデュースして作っているやつですね。これ潜在能力テストに出させてもらったら、共演者にプレゼントですって言っていただいたんですよ。ありがとうございます。すっごい可愛いし、なんか芸能人って感じですよね。透明で色がつかないけど、眉毛をこう、フェザーに立たせるのに大変重宝しております。高橋愛さん、ありがとうございます。ありがとうございます。フェザーにしました。まあ一番はこれ使ってますね。ダイソーのアイシャドウで、アイデイトアイシャドウパレット03。なんといってもダイソーのアイシャドウは、みちょぱさんがモデルです。広告モデルなさっているのでね。まあこれを使っていきましょう。まずこの一番シンプルな茶色いやつをアイホール全体に塗ります。もうね、これは目がここですよっていう、目をここまで閉じたいみたいな部分まで。この辺の部分も全部。あなたは目を
これからここは目になるのよっていう、もう目でもなんでもないこんな端っこの方まで塗ります。そうすると全体的に一体感が出ると思ってます。はい、横グラデで横幅を足すことでみちょぱさんの顔に近づけるのと、みちょぱさん垂れ目なのでアイシャドウで目をこの下の方に重点を置くことで垂れ目を作っていきます。この次のこっちのキラキラを目のね、あんましないですけど普段この目をこの、はい、こっち半分にこの明るい金をもう入れちゃいます。ちょっと派手すぎて引いてる皆さん大丈夫です。この後バランス取ります。この半分外側をこっちの濃い茶色にします。でここまで目としたいので、目としたいところまで広げます。で下になるべくこの濃い茶色を足すことで垂れ目を作っていきます。目尻のこの三角ゾーンにさっきのこの濃い方の茶色をのせます。もうあなたの目はこれから垂れるのよっていう風に教えます。目に垂れ目なんだけど、最後この一番濃いやつを縁取りにするようにのせます。ここの目の際をなるべく黒く強調する。で目尻の下のところ垂れ目ですよって、ちょっとやりすぎだけど、はい、こんな感じで下まで垂れ目ライン引いて締め入れました。続いて目の下のここをですね、ウールグラム、なんて読むんですか、これはウルグラムって呼んでますが違いますよね本当は。このみちょぱさんが広告しているダイソーのこのメイクで赤オレンジっぽいやつを買いました。これでですね、目の下を赤くしていきます。ここを赤くして粘膜っぽくする。これみちょぱさんよくやってるんですよ、アイメイクで。いつもこの周りがね、ほんのり赤くてすごい可愛いの。なんかこの辺の色を一生懸命混ぜて程よい赤みを目の下に入れます。うん、いい感じで、やっぱりまだまだ垂らしたいので同じく赤い色をこの三角ゾーンの下のこの辺ね、あなたここまで垂れ目なのよって教えてあげる感じでこの線を入れます。何回言い聞かせるんだって感じですけど、言うこと聞かないのよ。そう、わかったわ、あなたはここまで目よって。はい、だいぶ垂れ目になってきました。白いのと金色のを使って目頭のここちょっと明るくします。この眉毛のこの辺も白くして、はい、ということで金色、茶色、締めの濃い茶色で赤っぽい涙袋の色で白のハイライト、この辺とかこの辺に入れました。はい、続いて涙袋を描きます。これはタトゥーのリキッドのアイブロウなんですが、それをこのちょうどこうすると同じぐらいの涙袋が出るんですよ、ありがたいことに。このアンダーラインをなぞります。できましたね、めっちゃ目に下に重力が出てきました。アイライン引きます。真っ黒黒のアイラインです。ただみちょぱさんは誰のかりあけみさんのアイラインを使っています。私はキャメイクです。これが使い終わったら誰のがりさんの買おうと思いながら、なかなか使い終わらないので重宝しています。もう囲むように全部真っ黒。みちょぱさんがインスタライブで言ってたやつ、最近の流行りは目頭の切開ライン引くんじゃなくて内側の粘膜ギリギリまで全部黒入れるのハマってます。切開ラインやめたのもって言ってたので切開ラインでこの目頭今ちょっと出ちゃったけど、めっちゃ出してギャって目頭を切ってたんですけど、じゃなくてこの目頭の内側、ここを黒く攻めることで目力を増しているそうです。で目尻は下げたいので、さっき目はここですよって教えたとこまで垂れさせます。垂らしました。おそらくご本人は下のラインそんな引いてないと思うんですけど、私は引きます。目の印象を強くしたいので引きます。
の目頭のここだけ引きました。そして目尻の方は垂れさせたいので、こうやって囲んじゃうと小さい目が強調されちゃうので下に持っていくんですが、私は必ずここ点線で、こうやって合流させます。まつげみたいにしたいんです。こうやってまつげみたいに描くことで目尻、ここ下をこうやって垂れ目になってますよっていう風に演出を入れてます。はい、ということで、まあいわゆるギャルメイクの定番はみんなやってると思うんですけど、こういう点線でこっちに合流させて、目はこんなに大きいんですよって教え込ませました。この目尻のアイライン引いたゾーンの内側をもう一度ちょっとだけ赤み足して、もう粘膜っぽくして、モノマネメイクは本当にめちゃめちゃ描いてるんですけど、カメラを通じてネタをやると全然激しすぎない。はい、こんな感じでやっとできました。とにかく鼻をとんがらせたいので、ここです。もうここここに光をすべて集まれと思いながら塗って、一番白いとこですね、これを。でここの三角ゾーンも超綺麗に、はい、光っていらっしゃるので、ここにも光を集まれ、光を集まれ。でこの辺もちょっと白くして、はいですね。で眉毛のこの辺もちょっと光を集めていきましょう。でこの辺も光ですね。とにかく光、とにかく光。本当はみちょぱのプロデュースのつけまもいいんですけど、まあなんとなく自分の目に合ってるやつで、私はあのこれですね、ちょっとすみません、箱なくしちゃったんでどこのつけまか分かんなくなっちゃうんですけど、増若翼さんのやつだったと思います。はい、で目尻にボリュームが出るタイプのやつですね。最近みちょぱさんはもうテレビ以外じゃつけまはしないっていう、ギャルとしてはつけまつげをしなくなってからがもうギャル卒業だっておっしゃってたんですけど、でも最近は、いや、たとえつけまはつけなくともギャルってマインドだってポカポカで言ってました。はい、こうしてつけまつげ、垂れ目のこのさっきここまで目ですよって言ってた部分につけます。なので目からむっちゃはみ出てます。一気にギャルになるな、つけますると。ギャルリップもマットなやつを塗ります。で、わしはなんかこうやっぱみちょぱさん濃い赤のイメージがあるので、イメージ先行で真っ赤にします。うん。で、ちょっとオーバーリップね、こういうみたいな口元をしますので、オーバーリップにしていきます。9割できました。チークは気持ち程度で、このキャンメイクの薄くつくパールグローニュアンサーってやつを、光ってますっていう感じで、このお顔を小顔にしているこの三角形、このここだけが似てるんです、ぶっちゃけ。なのでもうここに目線お願いします、お願いしますっていう感じで、目線をいただくようにこのパールをいただいて、逆にこの顔の縁は、あ、見ないことにしてくださいってことで、もうこんなに黒くなってますけども、見ないことにしてくださいってことで、あの、シェーディングをがっつりデーモン小暮さんのように入れました。本当に私のエラの張っている部分などはもう、見なくて構いません。いきます。はい!そして髪の毛をやります。はい!ということで、どうもみちょぱこと池田美優です。イエーイ、できました。こうやって髪型が最近オールバックウェットストレートおろしっていうすごいかっこいいヘアで、ただピターっておろすだけじゃなくて、なんかちょっとふわっとさせながらバックして、かつこのここはなんかまとめておきながらも、なんかこうトップのペチャペチャ感はないみたいな不思議な
最強ヘアスタイルで、私はもうオイルをギトギトにして、あとはグリースっていうもうワックスのもうワン段階上みたいなやつを塗ってなんとか頑張ってますが、難しいですそこは。なので動きで、バカじゃないの、めっちゃリアルおりますが、いかがでしょうか。ぜひね、みちょぱさんのメイクを参考にしたい方は、まあモノマネでここまで頑張れたよっていうところを参考にしていただけたらと思います。そしてみちょぱさん、本当にいつもありがとうございます。みちょぱさんのメイク道具とかは、みちょぱんと兄ちゃんのマブマブ TV っていう、のぶこぶ吉村さんとやっているドンキとかに爆買いする企画をしていて、そこでだいたいお店巡りながら、これめっちゃ使ってんの、これストック切れたから買っとこうみたいなのやってますので、参考になさってください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございましたまたよかったら、仏像の動画とかいつも上げてますけども、そちらの方も覗いてみてほしいのよ仏像感じ多すぎんのよってことだと思うんですけども、ぜひともご覧くださいませ。いやー、みほとけ、あの段階からよく頑張ってここまでなったなっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、みちょぱでした。じゃなくて、みほとけでした。さよなら。